everyone, it's Momo. こんにちは、ママです。今回は、句と節について説明します。句と節とは何かという言葉の意味から、それぞれの見分け方、句と節を意識するメリットなどについてお話しします。では、早速始めましょう。まず、句と節とは何かについて確認しておきましょう。句というのは、文中で品詞の働きをする語の塊で、主語 S と述語動詞 V を含まないもののことです。後で詳しく説明していくので、今、ん?と思っても心配しないでくださいね。そして、節というのは、文の一部を構成する語の塊で、主語 S と述語動詞 V を含むもののことです。とりあえずここでは、句と節の両方とも語の塊であること、そしてその語の塊の中でも、SV、主語、述語動詞を含まないものが句、含むものが節ということをまず押さえておきましょう。句と節について細かく見ていく前に、句と節を理解するメリットについて触れておきたいと思います。句と節という語の塊が分かれば、言葉を意味のまとまりで捉えることができるようになります。これが具体的にどう役に立つかというと、どういうふうに文ができているかという英文の構造を把握しやすくなります。また、意味のまとまりが見えるようになるので、早く読むために重要な前から読むことにも役立つんですね。英文を前から読むことについては別の動画で詳しく説明していますので、気になる方はぜひそちらをご覧ください。では、句と節を理解するメリットが分かったところで、まず句について詳しく見ていきましょう。句は文中で品詞の働きをする語の塊で SV を含まないもののことですね。例を挙げると Playing tennis とか With a white shirt とか For 2 years といった語の塊が句です。 SV を含まないものが句なので、どれも誰がどうするという主語、述語動詞が含まれていませんよね。それぞれを見ていくと、 Playing tennis は動名詞、後の2つは前置詞プラス名詞という作りになっています。こういったものが句を作ることができるということですね。先ほど確認した通り、句には SV が含まれていませんから、句だけでは文になることはできません。では次に句を理解するために重要な品詞の働きをするというところを確認していきましょう。品詞がよくわからないという方は別の動画で詳しく説明していますので、ぜひそちらをご覧ください。先ほどの句を使って文を作ってみると She likes playing tennis という文が作れます。ここに playing tennis という句がありますね。この句はこの文の中では like の目的語 O になっています。 She likes 彼女は好きと言って、何が好きかの部分がテニスをすることですからね。この目的語とか O とか、さっきから出てくる SV とかがよくわからないという方は、ぜひ文の要素についての動画をご覧ください。目的語になれるのは名詞の役割をするものなので、この Playing Tennis という句は名詞句、つまり名詞の役割をする句となっています。次は The man wears a white shirt as my husband という文です。先ほど確認した With a white shirt という句が入っていますね。この句が何の品詞の役割をしているかというと、前にある名詞 man を説明する言葉になっています。白いシャツを着た男の人ですね。名詞を修飾、つまり説明するのは形容詞なので、この句は形容詞句になります。もう少し大きい視点で考えると、この句を含むこの青色の部分が、この文の主語になっていますね。白いシャツを着たその男の人は私の夫ですという文です。次は He has studied English for 2 years という文です。ここに for 2 years 2年間という句がありますね。これは2年間勉強しているということなので、動詞の部分を説明しています。この役割ができるのは副詞なので、この句は副詞句ということになります。また、馴染みのあるところで言うと、句を作る代表的な表現には、to 不定詞があります。例えば、His dream is to become a pilot. 彼の夢はパイロットになることだというこの文では、ここに to 不定詞でできた句があります。この部分は文の要素で言うと、し、保護になります。つまり、
主語の his dream 彼の夢を説明する言葉ですね。彼の夢は何かというとパイロットになることなので、何の答えになる部分は名詞ですから、名詞の役割をする句になっていますね。 to 不定詞の見分け方がよくわからないという方は別の動画で詳しく説明していますので、ぜひそちらをご覧ください。次は Would you like something to drink? 何か飲むものが欲しいですかという文です。ここに to drink という to 不定詞の句があります。これは前にある名詞 something 何かについてどんな something なのかを説明しているので、形容詞の役割をする形容詞句になっています。そしてこの something to drink という部分がこの文の目的語になっていますね。次は when there to meet her、 私は彼女に会うためにそこに行ったという文です。 to meet her という部分が to 不定詞でできた句になっていますね。これは何のためにという目的を表していて、彼女に会うために行ったと動詞を説明していますから副詞句となっています。おなじみの to 不定詞が句を作っているということがお分かりいただけたでしょうか。これまで句について説明してきましたので、次は節を見ていきましょう。節は文の一部を構成する語の塊で SV を含むものですね。例えば It rained a lot, but we had a good time. 雨はたくさん降っていたけど楽しかったという文を見てみましょう。節というのは It rained a lot とか We had a good time という部分を指します。どちらも It rained SV We had SV と主語、述語動詞 SV が含まれていますよね。これが句との違いです。ちなみにこの文のように対等の関係で結びついている説をそれぞれ遠い説と呼びます。文法用語自体は別に覚えなくてもいいんですが、ここではどちらの説もそれ単体で一つの文になれますよね。雨がたくさん降ったと私たちは楽しんだです。もう一つ例を見ておきましょう。 I met her when I was 10 years old. 私は10歳の時に彼女に会ったという文です。ここでは I met her に SV があって、 When I was 10 years old にも SV があるので、どちらも説になっています。 I met her の方は私は彼女に会ったとこれだけでも文になれますが、 When I was 10 years old 私が10歳の時というのはこれだけでは文になれませんよね。このように説にはそれ自体で文になれるものもあればなれないものもあります。ちなみに接続詞や関係詞がついていて、メインの文にくっついている方の説を従属説、くっつかれている方の説を主説と呼びます。説を理解する上で特に重要なのはこの従属説にあたるもので、これは品詞と同じような役割をすることができます。先ほどの句の時と同じですよね。ではこの品詞の役割をするという説を見ていきましょう。例えば She said that she didn't like him. 彼女は彼のことは好きじゃないと言ったという文です。ここではざっと以下の部分の説を見てみましょう。She didn't like と SV がありますね。大きな視点で見るとこの文の構造は She 彼女は主語 S ですね。Said 言った述語動詞 V で、何を言ったかという目的語 O の部分がこのざっと説になっています。目的語になれるぐらいですから、この説は名詞の役割をしている名詞説ということになります。次は The girl who smiled at me is Anna. 私に微笑んだ女の子はアナだという文を見てみましょう。この関係代名詞 who がある部分が説です。この who は主語の役割をする関係代名詞、つまり主格の関係代名詞ですから、S、smiled が V となっているので、やはり SV がありますよね。関係代名詞がよくわからないという方は、関係代名詞についての動画で詳しく説明していますので、ぜひそちらをご覧ください。では、この説が何の品詞の役割をしているかというと、前の名詞、girl、女の子を
後ろから説明していますよね。私に微笑んだ女の子となっています。名詞を修飾するのは形容詞の役割なので、これは形容詞節になります。そして大きな視点で見ると、この青色の部分、私に微笑んだ女の子というのがこの文の主語になっています。そして is が V、 Anna が保護詞という構造になっています。最後に I met her when I was 10 years old という先ほど見た文も確認しておきましょう。 way 以下の部分を見ると、私が10歳の時という説になっています。 S、V がありますね。この説が何の役割をしているかというと、10歳の時に彼女に会ったのですから、動詞の部分を説明しています。この役割ができるのは副詞なので、副詞の役割をする副詞節だということですね。この文自体の構造としては、私が会った彼女にで SVO となっていて、 when 以下はいつ会ったのかという前の文主節をもっと説明するための補足情報になっています。では最後にもう少し実践的な練習として、句と節を意識して実際に英文を読んでみましょう。句と節を意識する練習です。 Many people have questioned about the future of the new coronavirus that has spread worldwide という文を使って、いくつか句と節を見ていきましょう。まず注目したいのは about the future のところです。前置詞プラス名詞は句を作れるんでしたよね。ではこの句が何の役割をしているかというと、前の名詞 questions、 ここでは疑問という意味ですね。これを説明しています。今後についての疑問というわけです。名詞を説明しているので、これは形容詞の役割をしている句ですね。次は of the new coronavirus という部分を見てみましょう。これも前置詞プラス名詞となっていますから、くですよね。同じように前の名詞 future を説明して、新型コロナウイルスの今後となっています。名詞を説明しているので、先ほどと同じように形容詞くですね。次はこの部分に注目してみましょう。関係代名詞の that が使われています。 S、V があるので、これは節ですね。この説が何の役割をしているかというと、前にある名詞 coronavirus、 コロナウイルスを後ろから修飾しています。世界中に広がったコロナウイルスですね。名詞を説明しているので、形容詞の役割をしている形容詞節ということになります。最後にこの文を大きな視点で見てみると、 many people、 多くの人々がこの文全体の主語S、 have、 持っているが述語動詞 V、 そして句や節でできているこの部分、世界中に広がった新型コロナウイルスの今後についての疑問というのがこの文全体の目的語 O となっています。このように句と節が文を構成する重要な要素になっていることがお分かりいただけたかと思います。今回は句と節についてお話ししました。次回英文を読むときにぜひ意識してみてくださいね。このチャンネルでは主に今回のような英文法や英文読解の説明をできるだけわかりやすく行っておりますので、よかったらまた見に来てください。ではまた別の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Bye for now. ご視聴ありがとうございました。別の動画も見てみたいという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。